こんにちは、速稼塾の久保でございます。体のエイダのステーキングについてご質問いただきました。体のダイダルスウォレットでステーキングについてなのですが、この中に詐欺グループは詐欺プールは混じっていないのですか？要するに委任したらそのエイダを全部盗まれるとか、今までそのようなことはないのですか？体のステーキング詐欺で調べてみたら、委任したけど報酬はもらえなかったぐらいしか出てきてなかったものでということでございます。体のステーキングの運営、なんですか、委任っていうのはどういうことかっていうとね、自分のお財布に行きましょうか。自分のお財布はここにあって、ステーキングのね、ステーキングじゃない。すいません、体の入れてるダイダルスウォレットはここにあるんですよ。で、委任っていうのはこれを預けるんじゃなくて、委任しますよという、言ってみればね、口約束をするだけなんですよ。だから、契約したプール、から持っていくことは不可能なんですよね。こうじゃないんですよ。この関係なんですよ。だからプールに委任したからといって体のが移動してるわけではないんですよね。例えばプールの運営者からすると、体のある A さんなら A さんのダイダルスウォレットに、あ、10万 A だあるんだねって分かるだけなんですよ。その10万 A だに対して報酬をどんどん払っていくって形なんですよね。だから盗まれることは 100% ありません。だから体のステーキング全然問題ないです、そこに関しては。で、ステーキング報酬がもらえなかったっていうね、声もあると思いますけども、それはですね、あるんですよ、実は。というのが、ブロックの細かいこと言うと話が長くなるんですけども、ブロックの生成は一定の確率で起こるわけですよね、5日に1回。それが今回はブロックの生成ができませんでしたってこともあるんですよ。それはなぜかっていうと、ステーキングプールにはある一定の体のエイダの委任を受けないと報酬が発生しにくいんですよ。そういう場合、せっかく体のステーキングプールはあって、そこに委任が起きたんだけども、委任される体のエイダの量が少なければ、それは報酬が発生しないっていうね、ことにもなるんですよ。その場合は今回は報酬がありませんでしたってことになります。ですんで、コツとしてはですね、2つあります。1つは、人気の体のエイダのプール、信用できる人、多くの人から支持されてる人、有名な人、こういった方の運営しているステーキングプールを利用することですね。私の場合はアンバサダーの方、もしくは速稼塾の塾生さんでステーキングプールを運営している方というふうな、非常に近い関係の方に委任をしているし、委任をお勧めしています。で、もう一つなんですけども、もう一つはね、体のエイダの内部情報をちゃんと公開している方ですね。通常これできますから、 YouTube などで、今回の体のステーキングはこのぐらいのブロックの生成でした、結果はこうですみたいなね、当然私がお勧めしている、ステーキングプールの運営者の方もこの情報は5日に一度出してくれてますんでね、非常に信用できるかな。それでズーム対談とかも結構してくださってるんでね、そんな感じですかね。だからそういうのを見分けるのもね、暗号通貨のスキルの一つなんですよ。情報をどういうふうに分析できるかってことですよね。でもすごいですね、体のステーキングでよく考えられていて、その詐欺が非常に入りにくいわけなんですよ。でもね、心配ならステーキングしないことですね。私もね、ステーキングが始まって半年間はしてなかったんですよ、その仕組みが理解できるまでね。だからステーキングを当てにして体のに参加した私でも、半年間は本当はどうなんかなって感じでね、ステーキングプールを選んでいた時代です。そんな形ですね。ご質問ありがとうございました。